シボノ。木村さん頑張って。
今週は暑かったんですけども、今週はそうですね、涼しい感じでやりやすいんですけども、空気がそんなに良くないので、また違う意味で選手たち大変だと思います。そして1番渋野日向子のティーショット、打ち終わった後すぐこうティーを拾うというところで、やっぱなんかいい感じなんでしょうね。はい、この18番は平さん、ティーショットの注意点どのあたりですかね。そうですね、まあ、狭くなってますので、とにかくまっすぐフェアウェイ真ん中を狙っていってほしいです。ああ素晴らしい。これが今大会最後のティーショットになりますが、グリップが大きく変わってましたね。はい、かなりフラットなバックスイングからヒットしてきます。杉野選手、なんか朝一はコントロールしてますね。でもあります、サントリー社の今大会のホステスプロ渋野日向子、メジャーホルダーですから、なかなか、ね、すごいですよね。なかなか全英女子オープンですか。全英女子オープン覇者、覇者ですか。素振り変わりましたね。パッシブ系でしょ。パッシブ系なんですね。ということはあれですね、さらに上を目指してということだと思います。はい、全然違いますね。全然違います。ジョンのランかと思いましたよ。彼女はやっぱいいですね。こんなタイトルなのに、フェイスメイクスイートですね。取りました。パー5、セカンドです。
たフィニッシュのところで余裕がありますよね。でもそれでも13アンダーだからな。ボギーが今日ありません。あの攻めの姿勢というのも少し忘れかけてたかな。スマイルも少なくなってきたかな、うん、ということで今週は初心に帰るということを一つテーマに掲げたこの渋野、まあ初日はそのスマイル全開という中で体が強いですよね。腕の力も足の力も全く頭の位置が浮かないで、しかパワーをボールに、ね、伝えてますよね。そしてここからの引き5、60ヤードのアプローチだと思いますがね、はい、今日は手前から27ヤードのピンの位置です。今日の仕事
追いかけるこの渋野、15番413ヤードのパー4。ちょっと。さあ、単独のトップで迎える大会の3日目最終ホール。いや、何かこちらを見てこちらまで微笑ましくなります。フェアウェイキープいたします。そうですか、はい、LPGA ツアーチャンピオンシップ飛行カップ今年の女子ツアー全39戦の最終戦メジャー大会4大メジャーの締めくくりです。いや仕上がっちゃってるよ。うるせえよ。すごいこれ。今のよかったです。よかったよかった。撮ってます。撮ってない。なんで？ね、どうしてこうシャフトのシナリオを意識するのが一番大事なんですか？ヘッドスピードが上がるのでやっぱりそれで飛距離も飛ぶので、はい、そこは。やっぱりシナリーを感じながら打つ意識はします。打つときにあしなってるなっていう風に感覚で感じるんですか？いや、あんまりわかんないです。でも映像を見てあこれはいいな、ね、悪いなっていう、はい、あの映像だったりコーチに見てもらったりとかしてそこで、はい、綺麗ですね。シナリーを感じるんですよ。今の映像をご覧いただきますが、綺麗ですね。ありがとうございます。なんか黒、はい。ここに触れるとね、球筋もストレートに近いボールを打ってくれると一つ一つの動作はシャキッとしています。さあ2日目始まります。8オーバーでスタートです。ちょっと注目したいですかね。そうですね、あの、ま、コース自体も飛距離はそんなにあの距離がないところなのでやはりこう渋野さん の, この飛距離が、はい、あの、はい、あの、あのすごく武器になってくると思うので思いっきりあのドライバー振っているところを見ていきたいと思います。そうですね、昨日はドライバーは振ったホールは完璧でした。全てフェアウェイをキープしました渋野。快挙の瞬間をもう一度ご覧ください。昨日戸張さん久々のね、アンダーで、はい、エリエールレディース2日目、
4位からスタートした前回女王の渋野日向子、前半パットが入らずスコアを落とします。しかし17番パー5の第2打、グリーン手前の池に入るもボールが飛び出すラッキーショット、これに思わず渋野もスユーと思ってます。ボールは上がるでしょう。きっとの右いっぱいの方向に飛びましたね。ちょっと右手が外れていきましたね。今もう少し左だとずっと寄ってくる、少し傾斜があるんですけどね、はい、中野さん振りましたね今。そうですね。でもいいボールだったと思います。はい。センターに持ってきました。渋野日向子です。来るところまで来た